茶師とは、片方の目は、視線が正しく、目標とする方向に向いているが、もう片方の目が、内側や外側、あるいは上や下に向いている状態のことを言う。俗にめっかち、ひんがらめ、やぶにらみ、がちゃめ、ンパり、よりめと言われる。すがめは、片目が細い、あるいは潰れている様を表すこともある。ひんがらめは、ひがめが変化した語である。またンパりは、一方の目で。 ロンドンを見つつ、もう一方の目で、パリを見ている様に例えた語であるとされる。遺伝という説もあるが、はっきりした関係性やメカニズムなどは分かっておらず、遺伝によるものとは断定できない。他には、強度の禁止や演示、失明、乳幼児期の弱視などで、目の筋肉バランスが崩れてしまうことによる。また、外傷による場合もある。脳腫瘍によるものもあるので注意。 左右の目がそれぞれ異なる方向を向いているため、美容的なデメリットのほか、機能的には、両目視差による立体視が困難になるほか、見ている像が二つに見える副視が生じることもある。両目視差による立体視はおおよそ生後2ヶ月から2歳頃までで形成されるので、その期間で向上性斜視が続くと、手術で強制されても両目視差による立体視を獲得するのは難しくなる。 ただし、大人になってから立体視機能を獲得した例もある。人間の目は本来、片方が左右のズレを捉え、もう片方で奥行きのズレを捉えることにより、立体視している。両目視機能がない人間は、効き目が両方の役割を担うことになる。そのため、効き目に負担がかかりやすく、逆の目の映像は、副詩や視力差により、脳内で混乱を起こすため、抑制と呼ばれる脳機能で、 本来の映像が制限される。両目視機能がある状態であれば、全視界のうち50、50程度の割合となるが、仮に右目が射視、左目が通常の場合は70、30といったような役割分担となる。抑制は特に幼少期の患者に起こるが、抑制により使われなくなった目は、視力低下などを併発する傾向があり、これによりさらに射視の症状が進んだり、 弱視となる可能性もある。左右どちらの目で見ているのか自覚できる場合がある。片目しか見えないわけではなく、常に両目が見えているのだが、見ている目と、見えている目とに意識的に切り替えることができる。それにより、遠方と近方を左右で使い分ける習慣が身についた場合、左右の視力差が大きくなることもある。重度の射視は、外見上非常に目立つため、いじめや差別、 人の目をまっすぐ見られないなどの理由による対人恐怖症やコミュニケーション障害になることもある。近年では心のケアを目的とした外科手術での見た目のみの修正も行われている。一般的には3歳頃までに両眼視機能を獲得できなければその後の獲得は非常に難しく見た目を強制できても両眼視機能を獲得できるわけではないため物が二重に見えたり 左右別々の視野情報を脳が抑制してしまい写真の目を使わなくなるため数年で戻ってしまうことが多い。ただし多感な幼少期青年期において人と目を見て話すことができないというデメリットを考えると精神的に大人になるまで定期的に外科手術を受けるのは悪くない選択である。両目視差による立体視能力がないと物に触れたり物を掴んだり、 急に等をする際に目測を定めづらいと感じたりすることがあるほか、坂道や階段を下る際に足を踏み外す危険性もある。ただ、これらは物の大きさなどで距離感を補うなどすることが可能なため、実際は日常生活において不便や不都合を感じることはほとんどない。また、立体映画や 3D 画像などの左右の映像差を利用した手前に迫ってくる。 感覚は認識できない。ただし、これは必ずしもそうではなく、写真であるが、3D 映像などの飛び出す感覚を感じることができる人もいる。一般的に、片目は左右のズレを、片目は奥行きを、といった役割分担がなされるが、幼少期に写真になり成人するときき目がそのどちらの役割もこなすようになるため、 運転などの比較的平面的な視野動作であれば問題なくこなすことができる。先天性、または幼少期に車種となった場合は、上述の通りおおよそ生後2ヶ月から2歳頃までの立体視形成段階で工状性車種が続くと、以降は手術をしても両目しさによる立体視を獲得することが難しくなる。ただし、大人になってから立体視を獲得した例もある。 同じく上述の通り、幼少期は抑制が大人に比べて働きやすい。抑制により使われなくなった目は、視力低下などを併発する傾向があり、これによりさらに、射死の症状が進む可能性がある。また、人間の視力が完成する8歳頃までの視力発達段階で、抑制により使われなくなった目の視力低下が続くと弱視となる可能性もある。 幼少期の発症だと症状のない逆の目が、引き目となることが多く、気き腕と引き目が違うことにより、字がうまく書けなかったり、まっすぐな線が引けないなどの症状が出る場合がある。先天性の場合はこれらの症状が起こっていても、生まれた時からの普通の感覚と捉えてしまうため、本人の自覚がない場合も多く、他人が気づくまで発見が遅れる場合もある。 内射子射子のある側の目が内側を向くもの外射子射子の、ある側の目が外側を向くもの上下射子射子のある側の、目が上や下を向くもの向上性射子常に、射子の状態であるもの欠性射子普段は正常だが、時事射子の状態になるもの交代射子左右の目が、交代に、射子の状態になるもの固め射子射子になる目が、どちらか片方の目に決まっているもの汎用性外射子、失明した目は、 外転筋の作用により外を向く傾向があるため起きる。ノ固定内射視調節性内射視脳腫瘍による、ノ脳幹部部に脳腫瘍が発生したことによる内射視と副死が認められる。小児脳幹部グリオーマ射死の手術による治療射視の原因により、基本的には異なる。眼科専門医、死脳訓練士による検査により明確にその原因について、はっきりさせ治療計画を立てる。 調節性内斜視に代表される斜視では、メガネやコンタクトレンズなどで屈折矯正を行うことにより、斜視を治療することができるケースもある。また物を見る力をつけさせることにより、斜視を治療できる場合がある。プリズム眼鏡等を用いる方法もある。また、手術による治療法もある。目を動かす、外眼筋の位置をずらし、斜視を治療する方法である。小児においては、 全身麻酔科で行い、大人は局所麻酔で行う場合が多い、手術中手術後、ありがとうございます。